はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。5時をちょいと回りました。行きましょうか。ブルームバーグ、昨日7月9日に出ている記事でですね、ロシアの人民元利用が伸び悩み、二次制裁リストで中国の銀行が尻込みということでですね、ちょっと読んでいきましょうね。中国の銀行はロシアへの流動性提供を渋る要は金貸さへんということですね米国の二次制裁が効果発揮、ロシア経済の人民元化は急速に進行も昨年ピークつけた可能性というかことですね。本文いきます。ロシアはプーチン大統領が始めたウクライナ侵攻で西側の金融システムから締め出され、それを補おうと人民元の利用を急速に進めてきた。だからそれも限界に対している可能性がある。ロシアと取引を続けている国には米国の圧力が強まっている。とりわけ恐れられているのは二次制裁で、これが二国間の貿易の決済を阻害し、ロシアの人民元利用拡大を抑える有効なブレーキとなっている。ブルームバーグエコノミクスのロシア担当エコノミストアレックス・イサコフ氏は、中国の銀行が融通する用意がある以上、ロシア側は人民元を利用したがっているのかもしれないとの見方を示した。米国の二次制裁の脅威が銀行を尻込みさせていると述べ、ロシアでの人民元不足や中国の銀行を間にロシアへの流動性提供を渋る動きがあることを市場は示唆していると、つまり人民元でも、要は人民元で払えって中国が言うてもですね、人民元なかったら払えへんでしょ。そしたらロシア、ロシア側にじゃあ貸しますよって貸す担保あるわけですからね。貸すことができるんですけども、それやるとお前とこの銀行はアメリカと出入りしやみたいな言われるわけですね。それが嫌で、ちょっと勘弁してとかっていうふうになるんでしょうね。イエレン米財務長官は昨年12月、ロシアの戦争マシンへの供給を手助けする金融機関に対して決定的な外貨的な行動を米国はためらわないと断言。怖いこと言いはるわ。優しい顔してるね、イエレンさん。この発言以降、優しないか、あの顔は。怖そうやね。この発言以降、ロシアと中国の人民元翌日もの借り入れ金利の相違は劇的に広がり、数ポイント以上に上る。昨年12月に米国は外国金融企業に対する二次制裁を承認し、中国国有銀行はロシア顧客に資金調達する制限を強化したと。まあそういう、以下続きますけど、この辺にしときましょうね。要は、簡単に言えばですね、人民元で取引しても、アメリカはちゃんと見てんねんぞ、と。ロシアの企業に金貸す銀行には、アメリカ出入りさせへんぞ、ドル扱わせへんぞ、と言うてるわけですね。ロシアもですね、使いたくとも使えないという状況に追い込まれているということですね、この記事は大体はね。じわじわと締め付けてますね、バイデン政権、ロシアを。しかしね、やること遅すぎ。最初からやれ、最初から、ほんまに。ほんなもう2年半も経ってんねん。2年半の間にどれだけウクライナの人が死んでると思ってんねん、ほんまにもう。もっと最初からガンガン行けよ、と思いますよ。まあ、あまりにもやることが遅すぎますね、バイデン政権というのは。戦争してんやからね。多分じいさんがね、決断が遅いんやと思いますよ。制裁案なんていっぱいバカバカと出てくるんですよ。アメリカ人やることが早いですから。で、それをダラー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 とやってるんじゃないですか、きっと。だからきっとですね、決まらないで、先延ばし。キッシャンと言うんじゃない、キッシャンと。ダメな政治家の典型ですよ。ほんまに。まあ、それは、まあ、いいんですけど、よくないか。まあいいんですけどですね、ここで私は何を言いたいかと言いますとですね、これでまたですね、中国のですね、人民元を普及させようという野望がですね、行き詰まったということですね。中国のですね、願望の一つにですね、人民元を国際決済通貨にしたいというのがあるんですね。今国際決済通貨はですね、もうまずドルが圧倒的です。その次はユーロです。で、あと、ポンドとかですね、スイスフラン、あれ日本円ってあるんですけど、まあこの辺はハードカレンシーといって、まあ大体通じるんですけどもですね、もう圧倒的ドルなんです。
で、これをですね、中国は嫌がってるんです。なぜ嫌がるかというとですね、国際決済通貨がドルである以上ですね、アメリカの意思が世界を支配しているからなんです。なんて言いますか、もうえげつないことができるんですね。中国はですね、外貨準備でですね、アメリカの国債を多量に持ってるんですね。アメリカが発行した国債を大量に保有してるんですね。で、アメリカはいつでもそのですね、有効性をですね、凍結することができるんです。つまり中国の持っている国債を無効やって宣言することができるんですよ。そしたらですね、その国債は紙くずが今データですけどね、もう使えないお金になってしまうということですね。そうするとですね、なんと言いましょうかね、大きくこう損を出す、大損こぶっていうことになりますよね。つまり、ですね、ドルが決済通貨である以上ですね、アメリカはいつでも中国をそうやってもうその最終手段でやっつけることができるということなんです。で、それが嫌やからですね、今中国は一生懸命去年あたりからですね、アメリカ国債をですね、徐々に売ってですね、減らしてですね、金を買ってるわけなんですね。まあでも、やっぱしですね、やっぱりドルを持ってんのが一番いいんですよ。今この地球上ではですね、ドルを持ってるのが一番、いいと。で、アメリカはですね、アメリカっていいですよ、あれ。ドル持ってるでしょ。1971年にニクソンショックってあって、金本位制をやめたんですね。その後ですね、1オンスの金の価格がですね、大体ですね、金の価格が60倍から70倍だったんですね。つまり、そんだけドルの価値が落ちたという逆に言うと、落ちたんですね。で、落ちてですね、でもですね、アメリカは対外的にものすごい額のですね、負債を負ってるんですね。アメリカの国全体でね。アメリカの国債を、ただ日本がたくさん持ってて、中国は持ってますけども、これアメリカの借金なんですよね。でもアメリカは、国債出しますって言ったら出せて、それは日本が、日本中国がせっせと買うてるわけですよ。で、アメリカはだから、どうもその間アメリカのドルがですね、この1971年ですから、53年の間にですね、60倍、70倍、60分の1か70分の1になったわけです。そんだけ要は発行してるんですよ、アメリカドルを。で、要はお金吸ってるんですよ。お金吸れる国なんですよ、アメリカは。で、ドルが決済通貨である限り、ふーんって言ってたらいいだけなんですよ。日本は飽きませんよ。まあ、円は一応認められてはいますけどね。円を無尽蔵に発行してるじゃん。そのうち円は暴落するわけですよ。まあ、今半分暴落してますからね。で、中国はなんとかそのね、ドル支配から逃れたい。そこでですね、人民元支配にしたい。だからそこでですね、ロシアが世界中から制裁を受けてですね、アップアップになってるわけですよ。ほんで、どう？人民元決済にするとか、いいよとかってやってたわけですよ。でもですね、そんな、それを見つけたアメリカが、お前らが勝ったことやってんちゃうよ、ほら、ほんまに、って怒ってるわけですよ。ほんだら中国の銀行、ごめんなさい、やりませんとかって、まあそうなってるということですね。なかなかですね、アメリカには逆らえませんよ、ね。そもそもね、中国はアメリカに逆らおうと考えてること自体に無理がある。君らはまだそこまで実力がなかったんよと。だから早くアメリカにごめんちゃいしてですね、許してもらったら、ですね、ちょっとは緩めてもらえるのでですね、なかなか習近平はごめんちゃいってやらない人間なんですね。あの顔見てたらそうでしょ。できなさそうでしょ。ごめんちゃいってできないからですね、いじめられてですね、最後はボコボコにされるんですよ。その姿を一回見てみたいなと思うんですけど。はい。まあ、ということで、結局ですね、中国の人民元作戦がですね、ここでも頓挫していると。まあ、そういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。